というわけで始まりました、高円寺ケーズスタジオチャンネルということで、あーすごい、あーいやね、はい、YouTube をねやりたいと思ってちょっと緊張してるし、大丈夫大丈夫、あのそのうち乗ってくるから。そうなんです、はい、YouTube をねずっとやりたいなと思ってて、うん、でのうちの弟は、うん、タイにいるんだけど、はい、タイで YouTube をやってまして、何だっけ、何デイゼロバンコク、デイゼロバンコク、そうちょっと今お休みしてるんだけど、結構人気のね、そうそうそう、 YouTuber だからね、 7.9 万人、あすごい、すごくない、すごい 7.9 万人を見てるわけよ、うん、そうなの、だからあでなんかそれを見てて、とにかく自分の好きなことをとにかく発信してて、うん、別に芸人さんみたいにうまく喋るわけでもないし、うん、なんていうの、すっごい大爆笑取れるような番組じゃない、だけどその大二郎、あ弟の大二郎だったりとか、その相方のよし君の魅力がすっごい出てる番組で、やっぱ楽しいんだよね。どれぐらいやってんだっけ、長さ、長さ、あ、違う、今どれぐらい、何年ぐらいやってる、1年やってる、え1年で79,000、すごくないそれ、すごいでしょ、あ、なんか俺3、4年やってる感じ、違う違う、あ、まあでも、か準備とかはもうちょっと長くしてるけど、YouTuber として、YouTuber として食べてくって決めてからもう1年かな、すごいね。そうだから、うん、あ、え、弟はタイにいるからタイのこと発信してってんだけど、うんうんうん、え、じゃあ演劇についても発信できるんじゃないかなと思ったわけ。そうですよね。そうなんです。僕たち演劇大好きだからね。そう演劇が好きで、で、はい、飲み会とかでよく話すじゃない。ああだこうだ、あそ、あれは良くない、こうするべきだみたいなことを話してたから、じゃあ私たちもそれをそのまま発信できるんじゃないかなっていうことを考えまして。はい。で。ケーズスタジオを経営している草加さとし、はい、草加です、あのお願いしてこのチャンネルを始めました、はい、よろしくお願いします、お願いします、じゃあ簡単に自己紹介というか、ケーズスタジオとは何なのか、はいはい、ということですよ ね、 ね、うんうん、そうそう、どう 2周年、あ、違う2周年じゃない、4周年すごいね、4周年、今もう5年目です、5年目、いやすごいわ、ケーズスタジオって何なのかっていうことですけれども、うん、まあ俳優が主体、僕も俳優なんですけど、その俳優が主体となって自分たちの稽古場、稽古したり、うん、まあ、ちょっと発表したり、うんうん、まあ、遊んだりもできるような場所があればいいなと思って、うん、2015年6月1日に作りました。僕らの仲間のね、そうね、あの片桐黎明君っていう子がいるんですけどね、はい、時々来て掃除したりしてるんだよね。そうなんですよ、あの鏡作ったりとか、あの副代表だから、副代表だからすごいね、うん、そう、それがもう5年前で、いや本当にね、最初はもう別に、なんて言うんだろう、もうダメだったらすぐ辞めたらいいやと思ってたんですよ。へえ。そんなね、うん、で、まあ、別に毎月自分がこう なんか何万円かその負担してても、自分たちもそういう場所が持てたらいいから、試しにやってみようと思ったんですよ。すごいね、そこは、本当そこはすごいよね。いやいや、もう試しは別に誰でもいい、いや、それでダメだったらもうやめればいいと思う。いや、素晴らしい、うん、したらもう、いつの間にか4つになってましたね、スタジオがね。そう、最初1つでやってたんですよ、うん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 、でもそしたらなんかそこをいっぱい人がね、使ってくれて、うん、もうちょっと足りないぞってなって、うんうんうん、で、新館というのを作って、そこに、まあここ今新館で放送してるんですけれども、はい、合計4スタジオですね、大小合わせて、うんうんうん、そんな感じ、本館があって、新館が3つ部屋があるのか、そう、このワンフロア、ここ3部屋全部うち、いやすごいね、でもさ、ここもともとはさ、ここ図書室みたいになってるんですけど、はいはい、ここもともとは図書室は隣だったよ、あ、そう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 、移動したんです、図書室、そう移動、ね、あっちの方が広いから使えるってことで、そう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 、細かいね、そうそうそう、細かい引っ越しがあった、細かい引っ越しがあった、そうそうそう、どうでもいいだろうけどね、そう、ここ演劇図書室なんですよ、ここ一番小さい部屋で、うんうん、でも 2,3 人の稽古だったらやっちゃう、あ、そうだね、うん、本読みとかもここでできる感じだよね、そう、そのカメラの裏とかもね、あとこっちの、うん、あっちの壁とかも、そう、あの結構今本があります、いや、これ演劇人には嬉しい本ばっかりじゃない、そうなの、え、だからもっとこれ使ってほしいよね、そうなんの、本当にすごい、なんだ、メソッド演技とかアレクサンダーテクニックとか、そう、戯曲とか演劇の専門書とかが多いですね、うん、置いてあるね、あとそこはもう全部あの洋書、洋書の戯曲、読む人いるのこれ、え、あんまりいないじゃない、あんまりいない、あんまり、でもあるとね、あると、そう、日本でまだね、翻訳されてない芝居とか全然あるよ、全然、あ、そうなんだ、うん、え、じゃあさ、ここでさ、英語読める人がさ、台本見つけて面白いって言って、これを自分が翻訳したいって言って、このスタジオからこう
あの舞台っていうか芝居ができる可能性はあるってことね。あります。素晴らしい。できます。素晴らしいですね。実際に高円寺ケーズスタジオプロデュースみたいな感じで、うんうん、ここに集まった人たちで何か立ち上げるってなった時に、うんうん、日本でまだ翻訳されてない、うんうん、まあ、あれはリーディングでやったんだけど、うん、作品を、まあ、スタジオで上演したっていうこともありますから。ピンクミスト。そう、ピンクミスト。あ、そうかそうか。それは翻訳は私がやったんだよね、はい、そうだよね。だからそういう可能性のあるスタジオ、演劇人にとってとても可能性のあるスタジオです。そうです、はい。ね、まだ全然知ってもらってる人は少ないですけど、まあ、でも一部ではね、演劇人は割と草加聡って言ったら、あーって言われる、スタジオの。そうそう、嬉しい。演劇やってる人に、あ、聡と同期なんですって、あーって言われる。本当に、うん、あ、草加くんね、と知ってる知ってるって。嬉しい。演劇やってる人で聡のこと知らないって人あんまり会ったことない。それは言い過ぎ、言い過ぎ、ごめん、ごめん、言い過ぎ、びっくりしてるよ今。今ご覧の皆さんはびっくりしたから今。って、うんね、いや本当にそう。いやだからそのこのケーススタジオの魅力だったりとか、演劇に興味がない人とかにも、あ、なんか楽しそうにやってるから演劇って面白そうだなと思ったり、そうですね、古い戯曲とかも、うん、ね、紹介したいね。岸田国夫とかチェーホフとか言われたら、え、なんか難しいみたいな、なんか高貴なものなのかしらって思われるかもしれないけど、全然そんなことないじゃない、うん、同じ人間を描いてて、うん、笑えるものだし、だからその魅力みたいなものを伝えていけるチャンネルになったらいいなと思って。そうです ね、もう基本的にはもう好きなものを好きな風に喋るだけっていう。今日もこれ撮る前にずっと喋ってたもんね。そうそうそう、どうしたら俳優として成功できるのかっていう。そうそうそう、そんな雑談もね、もう、おいおいね、おいおい流せていけたらいいなと思っています。なので、ね、ぜひぜひこれから皆さんお付き合いください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた。はい、あれか、ああいうのやらないといけないんだけど、もし気に入ったらチャンネル登録お願いします。はい、ではさよなら。さよなら。